Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Come in next, Radio. さあ時刻は4時を回りました2月5日週明け月曜日生放送アジラジの時間ですアジクーターラジオ月曜日から金曜日お相手は DJ モーリーですさあ今週一週間もどうぞよろしくお願いいたしますえっと2月の4日、まあ、昨日なんですけどね 立、えーまあ、春ということで、まあ、暦では春ということではあるんですけれども、まああのー、春っぽいね桜とかっていうのはね日本全国どこよりも先に沖縄からというのがありますけれどもとてもとても春とはね <laughs> 言い難いというかしに寒いですね。あのー、今年に入ってからりあられが降ったあのシーズンがありましたよね。えー、1月の初めぐらいでしたっけ あれよりも、ね、寒い気がするね何な,なんだろうな油断したからなのかなあの車乗っててもやっぱりこう気になるのが外気温、えーまあ、デジタル表記でアウトサイドっていうふうに、ね、書かれてあって今日見たんですけど10度昨日なんかも一桁の、ね、9度とかなってましたけれどもねでしかも沖縄ってねまあ風が本当強いので、えー、やっぱりこう 寒くなってきたりとかすると自然と風ってどれぐらい吹いてるのかなとか気になっていたりとかするんですがこの各パン屋さんとかね、えー、弁当屋さんとかであとキャンプ地のね、えー、中日の、まあ、茶炭だったりとかあのギヌワの、ね、ベイスターズの登りなんか見たんですけど。 まあまあなびいてましたね、本当にね、そのうちこの上りもね、あのー、壊れてくるんじゃないかっていうことで強風吹いてましたけれども、皆さんの聞いてるところ、いかがだったでしょうかね、えー、こんな感じで先週のエヴァ、昨日か日曜日ぐらいからね、次第にこう気温が下がってきましたけれども、今週1週間、ですねこの気温が、えー、週末にかけて、まあ、上がってくるという予報が出ているんですね。で今日 は最低気温がまあ10度とか11度で最高がね13度ぐらいということなんですがこの気温もですね水曜日頃から徐々,に徐々に週末に向かって気温が上がってくるんじゃないかということらしいですねうんまあただただ何と言っても天気がねずっと曇りまたはちょっとパラパラと降る雨ということですけれどもねもう先週から始まった 沖縄キャンプですけれどもまあせっかくだったらね晴れ間、まあ、広がっている中、えー、キャンプをね、まあ、楽しんでもらいたいと言ったら語弊がありますけれども行ってもらいたいなと思いますねさあ週明け月曜日あジクうタラジオ今日もこの後5時56分までの生放送です さあアシスタントのサーキー今週もお休みですが DJ モーリーでこの後夕方までお送りしますオープニングはサーカンアクションで夜の踊り子 アジクルタラジオ今日のオープニングソングはサカナクションで夜の踊りり子をお送ししましたこの放送は「お母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディースクリニック」株式会社「上進組」の提供でお送りいたします。 さあ改めましてこんにちは2月5日月曜日のアジクーターラジオ今日も沖縄市中央パーカービニュー入り口からの生放送です、えー、小雨ずっと、ね、降っている沖縄ですけれどもこの後も、ねまあ、予報としては、えーまあ、曇りではあるんですけどもね降水確率30%ということで、まあ、もしかすると場所によってはパラパラと降っているかもしれない うん、ただこう水たまりがね、えー、いっぱいできるほどの雨かっていうとそうじゃないっていうね、まあ、ただこう太陽がなかなかね先週、まあ、先週ちらっと見えたかただこうずっと雨が降ってからっていうのねなかなかうんまあ2月ですからね、まあ、こんなもんかなと思いますけれども、えー、先週からキャンプ始まってますけどもね、えー、今日ね行こうとしたんですキャンプすると。 あのー、コンベンションセンターベイスターズに行こうかなと思って車を走らせてたらしたらね、えー「今日キャンプ休み」っていうね大きなこう看板が出ててあ通りで駐車場ねあのー、いっぱいじゃなかったんだなと思ったんですけど中日のも行こうとしたんですけどねそうするとあのーまあ、混んでてそのエリアがね「あいやー」 やっぱしゃあないなーっていうことで小座に、ね、向かったんですけどもするとね松坂大輔今日、まあ、ブルペンでですけどね投げたみたいですね行けばよかった <laughs> ねえまあ,あのネットで沖縄のキャンプ情報でね球団別とかで調べてみると今日はキャンプ休みとかね、えー、今日はあのこんなことがありますとかいろいろスケジュール載ってますからねそれ見ればよかったんですけどね是非、はい、皆さんも参考にしてください。 そして、えー、とにもかくにも昨日はすごかった、はいあのー、長官にもねもう総合面の半分ぐらいですかねデカデカと写真が掲載されておりますね、第5凱旋1回 KOWBC フライ級15連続日本タイ記録ということで、えー、現在ね、ね WBC のフライ級のチャンピオンの日賀大五選手、はい、昨日はです、ね、メキシコの、えー、同じくね えー、フライ級の9位の挑戦者モイセス・フエン,ン,ンテスという、ね、選手に対し1回で、えー、ノックアウト、はい、1分52秒で決着をつけたということですね。先週ちょうどね、あのー、チケットがね10分少々で完売しましたという話をしたんですけれども。 向こうにねいえば県立武道館で、えー、日嘉選手の V2 の瞬間をね一目見たくてっていうところで応援に駆けつけた皆さんもですねちょっとびっくりしたと思いますけれどもねテレビ見てる方々も油断したでしょうね多分ねまさかこんなに早く決着がつくなんてといういや VTR 昨日何回見たかな <laughs> 本当にあのー、なんかねやっぱりこう曲の まあフジテレビさんとかねその辺のちょっと裏をちょっと心配しちゃいましたね。でこんなに早く終わったらもうどうつなげてこの放送枠をねやっていくんかなっていうのがありましたけれどもねいやー指笛でね会場の皆さんのこの盛り上がりなんかも伝わったしでまたいやーなんだろうね強かったね本当にね。うん あのー、ボディでねこう右ストレートがボディ2にっていうところでダウンしましたけどその前にねやっぱりこうカウンターでねこめかみにっていうのがねおきされてましたけれどもあれでだいぶフエンテスもよろっちゃったよねやっぱりねうんで比嘉選手が繰り出すパンチにねちょっとこう腰が引けてて気が付くともうねダウンっていうことでしたねなんかあのー、ねそのフエンテス選手としてはちょっとね 納得いかないっていうそういうコメントが出てるみたいですけれども、まあ、というのもその8カウントね10カウントの中の8カウントで、まあ、マウスピースを外して普通はこうファイティングポーズを取らないといけないらしいんですけれどもそれをね取らずだったのでまあレフェリーがね判断をして、えーまあ、TKO っていう、ね、ことでしたけどねうーん。まあにしても なんかこう素人目にしても、ね、力の差があるように映った試合でしたね。うんはいえー、皆さんは昨日の、ね、V2 の瞬間見れたんでしょうかねどうでしょうかね。さあ「アジクルターラジオ」月曜日今日の番組のテーマですけれども今日のテーマは「師匠」。 いきたいいいと思います、はいまあのー、いろんな仕事先またはね部活とかねこれまでそして現在もですけれども、まあ、皆さんの中で師匠と呼べる方っていたのでしょうか、はいあのーまあ、スポーツ界でちょっとね分かりやすいのがやっぱりこの。 プロのねサッカーとか野球とかボクシングとかね格闘技等々いろいろなその競技の中で師匠とまた師弟関係っていう、ね、言葉よくありますけれどこのやっぱりこう具志堅陽光さんとね比嘉大悟選手のこの師弟関係っていうのもやっぱりすごいものがあるんですね。まあ、この後メッセージのコーナーの中でちょっとね触れてみたいと思いますけれども今日はその師匠でお送りしていきたいと思います。メッセージリクエストこちらまで

さあちょっと遅くなりましたメッセージのコーナーですこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りいたしますさあ今日のメッセージはですね昨日の世界フライ級のね、えー、防衛戦のまあ1夜明けての今日のね、えー、沖縄タイムスのウェブの中からご紹介していきます自身が果たせなかった地元沖縄での世界戦勝利の夢を マナ弟子が37年ぶりに成し遂げた元世界ボクシング協会ジュニアフライ級王者のグシケン陽高会長は比嘉大吾が KO 勝ちを決めるとリング上で強く抱きしめましたいろんなプレッシャーもある中で本当によくやってくれた目頭を強く抑え込み上げてくる涙を必死にこらえました勝因に挙げたのは右ストレート相手もビデオで研究し左の使い方うまいと警戒していたはず とととと試合直前までで右ストトレートとボディを練習させていたといたうことです最初に右ストレートをもらい挑戦者はリズムが狂ったと思ううまくかみ合った沖縄での防衛戦が決まり何度も東京と沖縄を往復する日々を送りました1981年の自身の敗戦が頭をよぎることもあった第五にしかない王者になれる要素は持っている パン,チのえー、パンチのある選手は世界で一番怖いですよと太鼓板をし夏までにはもう一度させたいねと3度目の防衛戦を思い描いているそうです。はい、はい、ということで、えーまあ、具志堅さんがね沖縄での,その防衛戦本当は14戦っていうね えーまあ、連続記録13ですけれども、いわば記録が途絶えた負けた試合で、えー、沖縄での、ね、試合ということだったんですけれども、まあ、昨日の、ね、その中継の中で、えーまあ、ミスターサンデーとか、いろんな番組で、えー、具志堅要衡と、そして比嘉大悟選手が、ね、コメントを答えてましたけれども、なかなか沖縄での,その世界戦って、今まで勝てたことがなかったと、でその悲願をね、えー、学んでしが叶えてくれたっていうね。 えー、言葉が印象的だったんですけれども37年前ということでもしかするとラジオを、ね、聞いていただいている先輩方もこの具志堅さんのこの強さまたはねその負けた時の,あの沖縄のちょっと悲壮感というかね落胆、えー、な時の様子って今でも覚えてるという方もね多いと思いますけれどもあの昨日思ったんですよね。この日賀大吾選手が、まあ、チャンンピオンになって 去年ねで防衛戦を果たしてで昨日の、まあ、試合もそうですけれどもここまでの,その沖縄の人の応援ぶりまた加熱ぶりっていうのを、まあ、まだ参戦ですけどね多分その当時のね具志堅さんのこのジュニアフライ級の時のね連続防衛の時の沖縄ブームっていうかねこのボクシング熱っていうのは。 ももももししかかすするととと今よよりももっとあっっあたたれないない思ったんですよねやっぱりね。あのやっぱりその具志堅さんが活躍していた当初っていうのはね、えー、沖縄とまた内地のねちょっとしたこういろんな意味でのこう差があってでそれをね本当にこう払拭してくれるような快進撃だったと思うんですけれども、まあ、それがね時を経てこういった形で、えー、V2、まあ、今後ねあの15連続慶 o という。 あのまあ、記録のタイにも並んだんですけど、まあ、次をね16を重ねれば新記録ということなんですよね。やっぱりこの具志堅さんとまたトレーナーの方々とねいろんなこのコミュニケーションがすごいこう絆が太くて、えー、今回本当に減量が大変だったみたいなんですね。えー、なんですけれども寝られないっていうね、えー、そんな中、まあ、見事掴んだ白星。 はい、今日の朝刊にデカデカと掲載されております。本当におめでとうございます。メッセージこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りいたしました。 さあアジクルターラジオ今日の月曜日のテーマは師匠でございますはい、えー、こちらまでメッセージを761アットマーク fmcoza.jp 761アットマーク fmcoza.jp でお待ちしております、はい、いやーマジでね昨日ね本当にもう最高でしたねうんまあ嬉しい悲鳴ではねあるんですけどまあ早,早いんじゃないっていうね <laughs> まあの勝利インタビューでも、ね、ありましたけれども高いお金をね買って入場していただいた皆さんすいませんと、まあ、でもね、あのー、何よりも買ったっていうのがね本当に嬉しいなと思いますねうん、あのーまあ、ちょっと記事を、ねあのー、読ませていただいたんですけどこのやっぱり減量っていうのがかなり大変だったらしいんですね。 えーまあ、前回は前回で、あのー、ステーキをこう食べるっていうねそういう時間もあったようでただ急にこの、まあ、減量してる体の中にそういった食べ物を、ね、入れたっていうところもあってちょっと体調崩したりとかっていうのもあったらしいんですけど今回やっぱりこの当日とかね、えー、その試合の前にピークを持ってくるっていうことで。 えー、減量もしてでまた食事管理もしてだこの辺もかなりこうピリピリしていたらしいんですけれどもね、まあ、その影響もあってか床、えー、についても全然朝まで、ねえー、一睡もできなくて昨日の試合を迎えたということらしいですけれどもただこう、この調整が非常にこう、まあ、苦しかったけれどもうまくいってでその比嘉選手の、ねえー、動きを見てあ今日は勝てる。 っっていいう風にこの具志検査も思ったらしいんですよねだからあの1ラウンドでしかも152秒で終わったっていう見出しはすごい本当にあっけなかったような感じもするんですけどやっぱりその背景にはあの一瞬、ね、パッてしかまあ映像見れなかったですけどお、まあ、実はこういう、ね、裏のいろいろな苦労があってっていうねことらしいですね。 えあら荒永才川さん <laughs> 師匠って言ったら五栄九栄さんしか浮かばない <laughs> あま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 あ、まあ、分からんでもないですけれどもまあ分かるよねって言いますけどね、えー、まあでもそ,、まあ、それもありですけどね、うん、か心の中の師匠とかでもいいんじゃないですかとか。 あとこの人にはちょっとね頭が上がらんし勝てんわっていうねいや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 もう恐れ多くっていうね恐れ多すぎてというかなんというか、えー、日が第五の1ラウンド KO はボクシングの本場アメリカでも話題になってるらしいよということであだからねこう試合前ぐらいからそのアメリカとかでもねこのジャパンにこういう人がいるっていうことでね えー、すごい面白いボクシングをするっていうことで注目が詰めていたみたいですねなんかこうどこまでねその言葉が実現できるか分かんないですけどラスベガスでも一戦やりたいっていうね具志堅さんおっしゃってましたねうーんさあそしてこちらラジオネームうー行天さんこんにちは今日もさっき休みっぽいねーっていうことでそうなんですよ今日もお休みなんですようんええー そしてミッキーさん、モーリーリさんはいサイミッキーでーす、えー、今日も東京からということでしょうかね、えー、昨日のボクシングを見ましたか、1ラウンドの秒殺決着、強い日嘉大悟選手。いや、かっこいいね、しかもね、なんだろうな、あのコメントなんかも、ね、あのー、らしさが出てて、 ねえでしかも芯が強いというかさ太いというかなんかブレないっていうのがなんかコメントから聞いて、ね、伝わりますよねやっぱりね。ま、だ22歳ですよはあ、今後今後がね、まあ、このやっぱりこう連続防衛記録とかっていうのがね多分こう数字がなんとなく期待されている方もい,いると思いますけど、まあ、でもやっぱりねこのフライ級からちょっと上げて。 ね、別の階級でっていう声もありますからねまあでも沖縄がこういう形でね、あのー、ボクシングでまた熱がどんどん上がっていくっていうのは本当にいいなと思いますね応援行きたい <laughs> テレビじゃなくて会場に行きたい <laughs> 次はね会場に行けたらいいなと思いますけれどもねまたやってくれんかなもっとねなんか大きな会場でねやってもらいたいですね うんえー、いろいろ話は尽きないですがラジオネームベルプラマスクさんどうもベルプラマスクです森さん日賀選手圧勝でしたね勝つと思ってたけどまさかの1ラウンド KO 試合終了のコメントも余裕あふれるコメントでしたね、えー、高いお金払ってきたのに早く終わってしまってすいませんあーしびれるねーラジオネームベルプラマスクさんからいただきましたはい あのねゴングがなってからあのー、一発もらいましたよね。うんであれちょっとこうやっぱり相手のフエンテスも D 値が長かったからねあこれはどうなるかっていう最初思っちゃったんですけどまあそんな不安をね、えー、もう払拭してくれましたねうん、えー、こちらギマさんからも頂きました。えーはいモーリーさんお疲れ様でですす今日も楽しく参加ですよ えー、今日はボクシングの話で満載ですね比嘉、えー、大悟選手の KO 素晴らしいですねもう気持ちがいいはいラジオネームギマさんから頂きましたいやあのー、本当はね多分こんなに寒くなかったら今日マジで朝から晩まで、まあ、ボクシングファンに限らず、ね、ボクシングの話多かったと思うんですけど寒いさはねだからちょっとねこの熱がね そうなんですよ <laughs> 本当にねこの寒さでねちょっとこう話題がね「えー、寒いね」になってるからな本当はね暖かかったらもう昨日見たーっていうね話だったと思うんですけどね、えー、こちらラジオネーム赤いニトンローリーリさん今日のテーマ師匠あそういうことですね、えー。僕は魚釣りの師匠がいます えー、師匠は同級生だけどめっちゃ魚釣り上手です4年前ぐらいにこの同級生から魚釣り習ってから魚釣りを趣味にしました、えー、今でもどこに釣りにしに行くか迷ったら師匠に相談したりしますよおー釣りの師匠ねあこれもうあれだすねやっぱりなんていうんですか仕掛けとか このなんていうんですか天候とかであっち行ったらいいよとかなんかね少しの変化にやっぱり師匠と呼ばれるぐらいですから経験されてるから僕聞ければ分かるんでしょうねきっとね。また釣りの師匠とかってなるとあれだなぁ奥死に深そうですよ、ね、まあどの師匠もそうなんですけどあじゃあもうあれだ。 最近釣れんなと思ったらとかねどこ釣れるかなとかっていうところになったら連絡するんだこの同級生にねはあいいですねやっぱ趣味の師匠とかっていうのもいいなうんえー、さあということで今日の番組のテーマは「師匠」こちらでメッセージお待ちしております。 メールは 761‐fmcoza.jp761‐fmcoza.jp こちらでお待ちしております、えー、皆さんからのメッセージリクエストをこのあと5時56分までお待ちしております お届けした曲はフーミドウィズサトルタケシマでレイニーデイでした。 さあ、アジクルタラジオ二月五日月曜日の放送です二、えー、月三日はね、節分ということで豆まき等々もね、えー、沖縄県内、まあ日本全国いろんなところで行われたと思うんですけどなんかこう、神社とかね、あの辺とかではこれ豆まきのイベントがね、えー、行われていたりとかしてたみたいですね、うん、うちの娘の通ってる保育園ではですねその豆まき的なことはせず まああのーまあ、普通に過ごしていたらしいんですけれども、まあ、別の、ねあのー、市内の保育園とか、えーまあ、最近では豆をまくっていうよりも豆みたいな,なんかこう、まあ、ボールに置き換えたりとか、ね、そういうことをしているところもあるみたいですけれどもね、えー、皆さんのところはどうだったんでしょうか、はいえーまあ、2月に入って最初の週末でしたけどね。うん さあ、アジキューターラジオ今日の番組のテーマは「師匠」でお送りしておりますラジオネームミッキーさんサッカーのサポーター的なところでは師匠というよりは大先輩という存在の方が多いですまあ肩が多いですと教わるよりは背中を見ながらやり方や考え方を学ぶ感じですねやはり師匠と聞くと落語,が落語家のイメージですねということではいなるほど。 なんか落語もめっちゃ厳しそうですよねあのー、女性話し家の方が師匠のところにっていうこのお話をやっていいですかっていうねそのお願いをするとかもダメなんですよねなんかね自分のこの意見を言うとかっていうのも許されないらしいですねいろんな世界ありますけどやっぱり弟子とその師匠と っていうねその関係の中でかなーりこう厳しいところあるでしょうねまあでもそれを受けて、まあ、自分のね芸の肥やしにしたりとか、まあ、学んでいくんだろうなと思うんですけれどもえー、まあ今日はその師匠というテーマでお送りしておりますラジオネーム「モーリーさんこんにちは夏木豊です」かっこ糸かすみきの弟役 <laughs> <laughs> 夏木豊かって聞いて笑う人は大体昭和ど真ん中 <laughs> の人ですからね、えー、今日はデイジ冷えますねお家ではストーブつけるか暖房つけるか迷いますねどっちが安いのかな、えー、そうですねどっちがいいんだろうなイメージではストーブ の方が安そうなイメージで暖房ちょっとねお金かかりそうなそんな気しますけどどうなんでしょうかねえー、久しぶりに今日はドラム缶を買ってえ五右衛門風呂にするかなかっ笑いラジオネーム糸和美樹の弟役さんからいただきましたわかるよ言ってることわかるようんそれぐらい寒いってことですよね もう周りは寒くてでそのね五右衛門風呂のところだけ暖かいっていうやっぱり銭湯とかね温泉とかの楽しみってそういうところもあるでしょうね。全然話が違,違うんですけどそお猿さんがこの温泉に浸かるっていうのがあるじゃないですか。あ実際にねあの寒いところではもう 野の,の,のお猿がこうやってきてその温泉に浸かるらしいんですけどあれもなんかルールっていうかあの一族がいるらしくてねその例えばお猿の知念家だったら知念家みたいな感じでもう知念家以外は入れないみたいな,なんかそういうのがあるみたいですねその温泉のこの入る入らないの縄張りっていうんですかねこれね。 ちゃんとあるみたいですよで予想門が入ってこようものならばこのちまあ、知念で名前出しましたけど知念家の皆さんがこうわーってやってきて追い払うみたいなもう一問以外は入れないっていうねなそういう世界もあるみたいですよ、えー、ラジオネームヤーマーさんモーリーさんヤーマーです暖房二十度が一番安いそうですよネットに載ってましたえ暖房二十度どういうこと あ、暖房の気温っていうことまあクーラーで言ったら2 8八度が一番ねいいとかっていう話ですけど設定温度のことがこれへえじゃあ暖房って言って2 0度にやればいいってことそうなのああはあ一度 この設定温度を1度下げると10%の節電効果へえ2 0度とかがいいんだなるほどなるほどあこれいいこと聞いたうん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 なるほどねじゃああれだもう電気代っていうところでだいぶ抑えることができるんだ えいいこと聞いたありがとうございます山さん実践してるのかなこれ現在もねはあこれ知らんかったなだからそうなんですよね車とかでもあの暖房やっぱ昨日とかねつけちゃったんですけど昨日とといかなんかね何度にしていいかわからないですよね30度とかにしたらその気温をねわからないからなんか28度がねクーラーの 設定温度みたいなイメージがあってちょっと高いぐらいでいいんかなとかってね30度にしましたけどめっちゃ熱くてまたそうなったらああこれはちょっとあれだな一回いろいろ試さないといけないですねうーんえー、ラジオネームヤーマーさんもうあれですね暖房の師匠ですね <laughs> 急にえー、ありがとうございます さあ今日の番組のテーマは師匠こちらでメッセージをお待ちしていますラジオネームミッキーさん猿こそ上下関係が厳しく師匠弟子の関係ですよねはいあフォローもありがとうございます <laughs> でしかも、えー、夏木豊爆笑ってきてますねはい、いやもうね夏木ユタカって言ったらなんかモノマネのイメージを思い出すモノマネの司会のイメージ思い出してて。 で赤のねあのジャケットを羽織ってるっていうのがう真っ先に出てくるんですけどね、えー、ラジオねらっちゃんさんこツイキャスからいただきました「えー、敗退、北海道から見てますよ」もうね沖縄のもうだいぶ離れたところですね反対側っていうかね北海道は今日も何度なんだろうマジで沖縄ね10度切る切らないぐらいでもうひいひいってるんですけど北海道は今日はもう。 マイナスとかでしょうね多分ね、えー、介護福祉士をしている元女子プロレスラーの44歳のおばちゃんですちなみに三つ子の孫たちのおばあですよすごい三つ子すごいねじゃあパワフルおばあちゃんだきっとね、えー、師匠というのはプロレスラーでもありますねあなるほど先輩レスラーの下について身の回りのお世話をしながら プロレスの技を身につけたたりししてましたよ。あーもう格闘とかのこの師匠と弟子とかってやっぱりねえかなり厳しそうなイメージがあるなあどの世界もやっぱそうでしょうね。あの銅のね、えー、競技でも正の競技でもあのやっぱり言葉の厳しさだったりとかね。 体力的な厳しさだったりとかいろいろやっぱり教えるとかっていうねところであればそうなるのかえー、北海道は最高気温がマイナス1度 <laughs> 最高気温がですよ最低気温がマイナス8度ありますということでもう訳が分からないもうこの辺ね沖縄の人は、ね、全然わからないと思いますえー 先はこの師匠でお送りしております。一曲お送りしていきたいと思います。えー、ではでは。コールドプレーンのナンバーから。スピードオブサウンド。 さアジクルターラジオ2月5日月曜日日曜の放送送をおおりりしておりますラジオネームこれは15番目の男さん <laughs> 夏木豊のライオンディクエスト30かな13かな、えー、昔は毎年沖縄に来てたのになということではい、えー、糸和美儀の弟役さんからのね夏木豊の下りから昭和ど真ん中の方から <laughs> コメントがいっぱい来てますね、えー、ミッキーさん 暖房は設定温度が高いと高い冷房は設定温度が低いと高いつまり適正温度にして夏だとクールビズ冬だとウォームビズとと会社でありますよねということでうーんなるほど確かにそうですねうんあ暖かい方が、まあ、もちろんお金も高いしでまた夏はクーラーでね冷えた方が、まあ、値段が上がるよということですね えー、適正温度があるというところです、ね、うんまあ沖縄もこれから九州もねやってくるしまあ3月卒業のシーズンとかにねなってくるとまたわかりびさとかいろいろありますからねまあでもあれかなまだもっと寒いのがあるんかなあと12回とかねこれよりは暖かいけども一応寒くなりようのレベルなのか いや何度もっと寒くなるよっていうことなんですからどうでしょうかねこれね、えー、ベルプラ・マスクさんあまり人に話したことはありませんが周りのいろんな人を師匠にして学んでいます話し上手聞き上手気配り上手アシスト上手縁の下の力持ちリーダーシップ盛り上げ上手まとめ役などなど 人間力ってやつ、えー、それを特に意識して周りの人の火出てるところを真似たり学んだりして師匠にしています。ラジオネームベルプラマスクさん。ああー、いますよね。この聞くばり上手とかさ、アシスト上手って言いますよね。あと盛り上げ上手。あとまとめ上手ねああわかる。わかりますね この中で言ったらそうだなあうーんアシスト上手になりたいねナイスパスっていうね相手が求めてるところにファッてこう涼しい顔でねパスを出すっていう <laughs> これ難しいんだよなあアシストね <laughs> 難しいけどもこれをねさりげなくやれる人はねすごいなと思いますねうーん えー、アジクーターラジオ、この後、ご時代も。今日の番組のテーマ、師匠、こちらでメッセージ、お待ちしています。メールは、七六一アットマーク FM 小座、ドット JP、七六一アットマーク FM 小座、ドット JP。でお待ちしています。アジクーターラジオ。この放送は、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイ・レディスクリニック、株式会社上進組の提供でお送りしました。 さあ4時のエンディングは久保田俊信天音 Ladies and gentlemen さあアジクータラジオ2時間目でございます。今日の番組のテーマは師匠。まああのー、仕事の師匠だったりとかねあと、まあ、趣味の師匠だったりとか。 まあ、頭が上がらないなっていうところの話でもいいかもしれませんね。あのー、披露宴の司会をさせていただくときに、まあ、師匠と呼ばれる人がいるんですよ。うんあの。女性の方なんですけどね。その方はね、もう一言で言ったら、すごい。うん。何がすごいかというと、あのー、その、ホテルとか披露宴会場のスタッフの責任者みたいになるんですね。気がつくと。 まあ、もちろんこう何回もね披露宴の司会をさせてさあのしている方でもあるのですごいこの何て言うんですかねアウンの呼吸なんですよ行ったらあ今料理が運ばれたなじゃあこの辺の話をしようかなって言ってではたまた、えー、この披露宴会場とかでまあリーダー的にね呼ばれる人がいたりとかでまたその補助がいたりとかいろいろこう立ち位置があると思うんですけど ほとんどのこのなんていうんですかねスタッフの動きにもめくばせ聞くばせをして、えー、スタッフすらも動かしているような感じのヒロインの司会をされるんですこの人。もうね多分ヒロインのところでいくと女性ではほんとトップだと思うんですけどこの人がねそんなにあれなんですよこの難しい言葉をねヒロイン のザ・披露宴の言葉を言ってるかっていうとそんなことないんですけどなんでしょうね分かりやすいんですよねやっぱりね分かりやすいしでまた会場も伝わりやすいし会場をキャッチするんですよこの空気をねなんかこうトントンと触れてあげてで触れられた方もね関心持つんでで関心持った時にまるまるさんみたいな呼びかけをしてでも盛り上がるみたいなねなんだろう もうま、魔術というかさもう僕も何回か見学させていただいたんですけどやっぱすごいなーっていうねだからもうこのすごさを見つけたらねもうりがないぐらいなんですよねやっぱり自分のこの至らなさっていうかねいやーこの掌握するっていうのがねほんとすごい人なんですよね、まあ、これはもうヒロエのね、えー、ところのお話ででまたラジオでもね やっっぱぱりいいいいるんですよいっぱいいます、ね、なんかねなんだろうなそうそうあのどんな人でいいんですかって教えを請うことないんですけどただねラジオ聴いたりとかね実際にこう誘拓させてもらう中でやっぱこう、はあ、すごいな <laughs> しみじみなんか思うことが多いですかねうん、えー、ラジオネーム B の会さんやっぽ大森 そそうそう俺やで B の回出すもうキャラが分からなくなってますねこれねえー、北海道マイナス1度マイナス8度やばいっしょやばいっしょあ最近なんか出川さんがね沖縄に来てたみたいですね女村だった、えー、もはやポーラーベア屋しか生きていけんなあそうそう俺ってさ家計も顧みず車のバンパー買ったじゃん家計火の車じゃあまったねー ラジオネーム B の会さんからいただきましたあそれでこういうキャラのちょっとあれだ迷路になってんだ <laughs> えー、車のバンパーですかうわまずいな一番目立つとこですねねえ一番目立ってあんたこれ変えたでしょってすぐ分かるとこじゃないですかああもうあれだこれぶっちぎってるかんだこれもうねえ多分奥さんとねえ ひともんちゃがあったかもしれませんね、これをね、うんえー。あんまりこういうことは僕はしないかな。<laughs> 本当に本当に、ねえー。内緒で勝ったことがあるのって言ったら、あれじゃないかな、宮里藍選手のねあの引退記念切ってくれじゃないですかね。3000、4000円近くの。 <laughs> あれぐらいじゃないかなあとはほとんど報告してますけどね、えー、ラジオネーム北野ディスさん、えー、モーリーさんこんにちはラジオ番組にメッセージを送って必ず採用されるはがき職人っていましたよねうん青の軍団さんやベルプラマスクさん八百屋のあヒューマの奥さんのことねえー、など アジラジの皆さんは師匠級のはがき職人、えー、モーリーさんから見てどなたが師匠クラスになりますか教えてちょんまげーということではいラジオネーム北野ディスさんうんいやいやいや僕がねなんかこうこの人師匠っぽいなっていうのもちょっとおこがましいですけどどんなですかねやっぱりうまさですよねこの人うまいなーっていうねウケるやつさーっていうこの もうね皆さんもこうね自分のお話とかを題材にしてメール送ってくださるんですけどやっぱりその辺で「面白いなこの人」とか「ここでちゃんと落ち着けてるな」とかなんかそういうことなんじゃないですかあんまり分かんないですけどこれはねうんいやいやいやでも師匠ねはがき職人の師匠か <laughs> あのテントーさんなんかはもう今でもね毎日ツイキャス参加とかありますけど以前はメール投稿が多かったじゃないですかあの時はすごかったですよねあのー、もう文がなんていうんですかね2時間の生放送の中でえーざっと曲を抜いて40分ぐらいの放送を聞いてでえー DJ モーリーさんの前にねいっぱいこう文章を並べてまるなモーリーさんでアシスタントのるまるななんとかさんみたいな感じでこの辺の文のこの気象点結がすごかったんですよ本当にこのあ何年前ですかね2年とか3年前ですかねきっとねあの長文を読むっていうのもまあかなりのこの消費をしたんですけどだけどもそれをね 打つっていうことはもっと大変だろうなと思いながらしかもねちゃんとこう文になってるっていうあれはちょっとびっくりしましたね、うん、最近はねツイキャス参加で、えー、あんまりこう長い文章っていうのはねなかなかないですけれども、えー、ベルプ・ラ・マスクさんからも頂きました、えー、モーリーさんは話しさせ上手話しさせ上手 <laughs> だからアシスト上手じゃないですか だけど多分初対面の人は上手だけどアシスタントには存在なアシスタントにするから仲間に仲間にもキラーパスになってる感じ <laughs> それが面白いから面白くできるってすげえなーと聞いていますあとはやっぱりフラットってことですかね、えー、基本の自分があるからうまく息抜きして頭がパンクしないいろんな人に会う仕事の人には必要な力だと思いますよラジオネームベルプラマスクさん ああもうベルプラさんぐらいじゃないですかこういうね、あのー、最上級のお褒めを言葉をいただける方はうんいやー救われるわ <laughs> 話させちゃうっすね <laughs> どんなですかねこれねいやでも初対面の人とかでもねか一応気をつけているんですよ この人めっちゃ聞いてくるなーって思われるのもねあれなんででなおかつ僕あんまり自分の話しないから,からそこなんですよねうまーくバランスをね取れるようにしていきたいですけどねはいえー、まあでもね、えー、ありがとうございますフラットああそうですかあんまりこう自分ではねフラットまあまあまあうーんわかんないですねこの辺はねうーんはいありがとうございます さあ今日の番組のテーマ師匠こちらでメッセージお待ちしていますメールは七六一アットマーク fm コザドット jp 七六一アットマーク fm コザドット jp でお待ちしています、えー、外もね雨落ちてるんで皆さんもちょっとこう運転されてる方もそうですけれども歩く皆さんもね、えー、滑らないようにゆっくり歩かしていただきたいなと思います。 でではでは5時のオープニングを1曲お送りしていきましょう。オアシ,オアシスのナンバーいきましょうね。えー、オアシスでフォアットエバー アジクータータラジオこの放送は社会福祉法人人福祉会道場保育園花風三里保育園の提供でお送りします。 さあメッセージ届いてます。ラジオネーム昼間の奥さんからいただきました。アジクーターの皆さんこんにちは。昼間の奥さんだ。はい。えー、ボクシングは瞬き瞬きしてるかな、えー。瞬きしてる間に終わってましたね。私は夕飯の片付けも終わらせていたので残りの時間の心配をしましたね。やっぱりね。<laughs> やっぱなんか気になりますよねこの辺ね。うん、えー。挑戦者の名前は忘れちゃったけど彼は マウスピースを床に置いてから消えようってなったのレフリーとのやり取りを見ると負に落ちない様子うーんなんかねこのマウスピース置いたことで、えー、レフリーがこうカウントを止めなかったってことらしいですけどね後ほ、えー、どちょっと改めて紹介したいと思いますさっきの番組のテーマ師匠いろんな職種を経験してきたけど職場で私よりも年下でも パソコンが上手いと師匠ですね。場の空気を読み、上司の良い書が上手いと師匠ですね。ああわかるわこれ。上 <laughs> 手い人いるようなこの辺ね。良い、良い書上手いるよね。反対に歯向かうことができる人も、控え室では師匠って読んじゃうね。まあ、単純。ラジオネーム、昼間の奥さん。うん。強い人いますよね。はい、いや、この人めっちゃ、 芯が強いというかっって思っちゃう時ありますよねでああいうふうに生き,生きれたらなというかあの自分の意見をしっかりと持ってねそれをこうちゃんと口に出して伝えることができるっていうブレないっていうんですかね、はあすごいなと思っちゃいますねえー「昼間の奥さん」もいろんな師匠がいるんですねうーん、えー あ、そうだそうだ。さっきねちょっとねメッセージのコーナーの中でちょっと紹介できなかったところのまあ、記事なんですけれども、あの昨日のそのボクシングのね、えー、日向大吾選手のまあ、勝利の、まあ、裏に、まあ、壮絶なドラマがありましたということで、まあ、今日のね、えー、2月5日の朝5時の配信の記事をちょっとご紹介していきたいと思います。えー、具志堅陽子さん、そして日向大吾選手の入場曲を。 バックにししながら、えー、ちょっとと紹介していいいきたいと思いますボクシングの WBC 世界フラ,イトフライ級タイトル戦が4日沖縄・那覇の県立武道館で行われ王者の比嘉大悟が同級9位で元2階級王者のモイセス・フェンテスを1回2分に1回。 1>, 1回2分32秒 KO で破って V2 に成功沖縄で世界戦が行われたのは WBA 世界ライトフライ級王者だった具志堅陽光会長が14度目の防衛に失敗した試合以来37年ぶりで沖縄での世界戦勝利は史上初またこれまで15試合連続 KO 勝利となり元 WBC 世界スーパーライト級王者浜田剛元東洋太平洋 日本ウェルター級王者の牛若丸秋兵衛の日本最多記録に並びましたヒューヒューと指笛が鳴り響く武道館は3000人の沖縄のファンで埋まり異様な熱気に包まれた後楽園にもない熱量日嘉がリングに登場するとぶち、えー、殺せの物騒な声援が飛んだ沖縄だな日嘉はその大声援に奇妙を実感したということです背丈で上回る元2階級制覇の挑戦者は 足を止めて強いパンチの応酬をしようと思ったと1ラウンドから果敢に前へ出てきましたあれと思った4ラウンドまでに勝負に来たなと、えー、具志堅会長もフェンテスの一か八かの心持ちを、えー、心持ちを見破っていたと日川は内終わりに右のフックを浴びるパンチを一発もらってからは見えていたどこが空いているとか、えー、会場がシーとするのが嫌いな日川は常に仕掛けていなければ気が済まない 性質だが無理せず足を使い引い引た弱点を見つけカウンターに切り替えるのに時間はかからなかったピュッと放った左ジャブがカウンターになって挑戦者がよろと下がるえバランスを崩したと思うが効いたように見せるためには一気に叩き込んだ方がレフェリーのジャッジへの印象が良くなる比嘉の右ストレートがこめかみにフェンテスは体を折り膝が揺れたあの右ストレートで勝負が決まった相手は見えなかったと思う リズムがが狂っったたたね、右ストトレートが当たると言っていたんだ、えー。フェンテスが大悟のここ2試合の試合を見て研究してくるなら左とサイド攻撃に警戒してくるだろうから右ストレートは当たると、えー、具志堅会長はそうアドバイスをしていました比嘉もあれがダメージになっていたと近づくフィニッシュを予想とどめは控え室で最後まで乃木トレーナーと反復した左のボディ左アッパーのダブルから右のボディストレートという必殺のコンビネーション アッパーで顎を上げ、ガラ空きになったみぞおちに右ストレートを突き刺すと、フェンテスは両手をキャンパスについて四つん這いになり、苦しみのあまりマウスピースを吐き出した。10カウントギリギリになって立ち上がったが、ファイティングポーズも取っていなかったため、レフェリーはカウントを続けました。勝利を見届けてからコーナーに駆け上がった日がだが、過去に一度、早合点をした失敗があるだけに、ちらっと赤コーナーの陣営の様子を確認してからガッツポーズを取りました。 152秒の衝撃の KO 処理涙が出ました嬉しくて1ラウンドで勝てるとも思っていなかった場内も興奮のツボであるそんなオリオンビールをあみんなオリオンビールを飲んで試合を覚えていないのではと日嘉も言いますというね、まあ、こう文章があるんですけれども、えーまあ、その中になんですが まあこの日賀選手が一睡もできなくて臨んだ試合ということでコメントも残しておりました地元で負けられないというプレッシャーと敬語宣言を口にしたことへの負けたら何を言われるか分からないとの責任前夜は午前1時に床に着いたが朝8時まで眠れなかったほとんど一睡もしていないプレッシャーはあったけどプレッシャーに勝つ責任があったそれだけの練習をしているし自分にプレッシャーを与えると 体がが勝手に動いてくれるっった方がった方良かすごいぞ比嘉大悟と思ったえー、ら試合で凱旋試合で勝てたまな弟子と勝てなかった自分その違いを問うと当時と今では環境が違うでも大悟は持っている誰にもないものがあるってことじゃないかプロのボクシングというのはパンチのある選手が世界で一番怖いんですと称えました えー、だから沖縄のディングに上がるまでには知られざるもう一つの戦いがあった乃木トレーナーは試合2日前に大きな危機があったことを打ち明けました、えー、原料は極限に達しており利尿作用のあるパイナップルを23基で口に入れただけ、えー、脱水症状に襲われ足がしびれてきたと日賀が SOS を出しました毎日日賀が寝つくまでホテルの同じ部屋で付き添っていた乃木トレーナーは 紙コップに杯だけ水を与えましたもう頑張れという声もかけられないほどヒがは昇水しきっていた一晩寝れば 300g ム落ちるがこの時点でまだ 12kg 残っていたそうです今が試合の10ラウンド11ラウンドだぞ乃木トレーナーはそう葉っぱをかけましたほぼ2日間の絶食で軽量をクリアしてもさらにそこからが問題前回の防衛戦では計量後に どか,飲みどか食いをしてステーキを食べている最中に急速に胃腸に血流が詰まったため倒れた、えー、下痢になって水分が全部下から出た試合前に控え室でアップしていても汗も出ない脱水症状に近かったそのトラウマがあるため計量後24時間を乃木トレーナーが管理、えー、計量が終わったからといって試合が終わったわけではないここからが大事なんだ そう言い聞かせまずは水をペットボトル1本を30分かけて飲ませました具志堅会長が37年前に食べることができずに破れたという因縁のアイスクリームを食べながら実はリバウンドに最新の注意を払っていましたゼリー状の炭水化物のサブリを使いまずは、えー、まず胃をなじませてから 280g の沖縄牛ステーキを食べたのは計量後3時間が経過してからだったそうです よく我慢したと思う。三試合を行いメンタルが成長したと乃木トレーナーが語っているということですねでリングに上がる時の体重増加も4キロに抑えたそうです、えー、綿密な食事管理がうまくいったのだ試合前の控え室での動きを見た具志堅会長動きが違う勝てると確認したそうです、えー、ミットを持った乃木トレーナーは極端に言えば 初防衛戦の直前と比べると倍ほどパンチの威力が違っていた1ラウンドの衝撃の KO は約束されていたものだったということですね、まあ、まだまだ文章続いてますけれども、まあ、こういう裏側が実はあったということなんですよねなかなかこの体重がねその階級のリミットに到達しないっていうところでずっとこうね 耐えに耐えてっていうで、軽量を迎えて軽量をパスして試合にっていうね流れだったらしいですけれどもね、えー、これね過酷でしょうね本当にねあのー、もうお腹が空いてもうなんとかこの減量のシーズン時期をね乗り越えるためにあえてこのどか食いをする番組の動画を見たりとか。 えー、食べたい、ね、その食事の写真を見たりとかして満たして乗り越えたっていう、ね、ことらしいですけどねなんか普通逆なんじゃないのーっていう声もありましたけどねだこの辺の世界はもうボクサーしか分からないでしょうね多分ね。えー、まあ152秒というねもう1ラウンドで終わったもうあっという間の試合だったんですけどその。 凝縮されるね裏側にはいろんなこう背景があったということらしいですね。えー、今日のインターネットヤフーニュースの中から紹介いたしました。さあ今日の番組のテーマは師匠こちらでメッセージお待ちしています。メールは七六一アットマーク fmkosa ドット jp 七六一アットマーク fmkosa ドット jp でお待ちしています。ラジオネーム MJ さんから。 いい DJ モーー MJ モリです。僕のバスケの師匠はあのマイケル・ジョーダンです。彼のようにクロスオーバードリブルを決めて鋭くゴール下に切り込みダンクしかし相手のセンターがそうはさせじとブロックショットそこで僕はボールを左手で持ち替えダブルクラッチからのレイアップとイメージトレーニングはできてるんだけど実際はみんなの邪魔にならないように目立たないようにしています。 あとさっき北海道の元女子プロレスラーって方がいましたが誰なんでしょうかリングネームが知りたいですあーそうですねこのね北海道から遠く離れた沖縄でもプロレス好きな方はね知ってるかもしれませんね、えー、去年引退をした豊田まな美さんそっくりな人が大晦日にライカムにいたわけまさか豊田さんが沖縄にいるなんて思わないから 声かけなかったけどどうやら本人だったらしいいやー写真一緒に撮りたかったなーラジオネーム MJ さんはープロレスねしかも女子かーなるほどー最近あのー、海外でねめっちゃ有名な日本人ということで中村さんでしたっけ 1位っていうかねチャンピオンになったっていうことで取,り上げ取り上げられてましたよねでまた女子もまたその海外の,そのプロレスの試合でですかね、えー、一番になったっていうこと来てましたけどね、えー、はいありがとうございます、まあ、沖縄もねあのー、琉球ドラゴンプロレスさんですかねいろいろこうの影響もあってというか あちこちでそのプロレスを見れる環境になってきましたよねうん。でまたあのゲストさんもゲストさんであ、これ聞いたことあるこの人とかね有名な方々もやってきてますからねこうファンの人からするとたまらないでしょうね多分ねライカムに来てるっていう <laughs> マスクがあって思うんでしょうねきっとねはい、えー。今日の番組のテーマ師匠でお待ちしています 花風みさと保育園プレゼンス、ン未来課題。さあ、時刻は5時30分になりました。子どもたちのコーナー、未来課内の時間です。このコーナーは、社会福祉法人人福祉会道代保育園。花風みさと保育園の提供でお送りいたします。 さあ、2月5日、月曜日の今日、道三保育園の子どもたちは、ですね、先週の土曜日の前ではなくて、ね、今日、豆まきを行ったと聞いております。え、園庭でということなんですが、今日のね、ちょっとこの、あまりこう優れない天気の中だったので、どうだったのかというところですけれどもね、そんな子どもたち、先週の土曜日、無事、発表会をね。 えー、終えたというところで情報をいただいております。えー、2月に入るとまず先週の土曜日に発表会が、そして今日が豆まきを行った道場保育園の子どもたち。今週金曜日には毎月第二金曜日ということで、えー、その月の生まれのお誕生日会が、えー、今週金曜日に開かれます。えー、そして来週はですねあの月曜日まあ実はまあ 休園ということで、えー、振替休日になっているんですね今度の土曜日から3連休ということで、えー、日曜日がね建国記念日ということで、えー、その振り替の休日ということでね、ね、えー、保育園はお休みとなっております。そんな子どもたちは10、えー失礼2、2月の21日、 再来週の水曜日にドッジボール大会も控えておりますサッカーのねあの交流試合だったりとかもあるんですけれども今度はですねドッジボールの大会も2月の21日に迫っているということですそして2月の23日には思い出遠足こちらも行われていきます2月はね28日までしかないのでもう4週間しかないので えー、あっという間にこう、ね、イベント事が昇華していくとすぐ目の前の、ね、3月が見えてきますけれども3月17日がですね、えー、卒園式となっております、はいまあ、年長さんにとっても,、ね、もラストの保育園生活となっていますけれども、えー、そんな子どもたちも卒園式が3月の17日に予定されています。 そして3月の30日には終了式ということで、えー、本年度の、ね、保育も終了という流れになっていきます。ま,あ、まだ、ね、あの2月に入ったばかりで3月の話をするのも早いですけれども、まあ、ただただ、まあ、いろんなイベントが、ね、あって気が付くと春の、ね、イベントごとも増えてきます。えーまあ、今日の,、ね、その豆まきがどうだったのかも含めて明日の放送でお伝えできたらいいなと思います。 未来家内このコーナーは社会福祉法人人福祉会道ち保育園花風美里保育園の提供でお送りいたしました。 さあアチクルタラジオ月曜日の放送をお送りしております今日はへしきさわきお休みでお送りしておりますよ、えー、今日の番組のテーマは師匠でございますはい皆さんの身の回りの師匠と呼ばれる方なんかこう芸人さんのなんかね、えー、こと言葉というか師匠ってこうなんかね えー、そのままこう笑いの世界でなんかよく使われてるような気するんですけどもう実際にこのねあのー、スポーツとかの現場で師匠とかっていう感じじゃないですよね。なんかこううーんあれ昨日の試合なんかでもねその具志堅さんとこの比嘉選手のこの師弟関係というかすごい。 ちょっと比、ね、嘉選手がこの具志堅さんをね、まあ、いじるというかでまた具志堅さんも具志堅さんでこいつといると恥ずかしいんだよっていうね言葉もコメントもねありましたけどなんかこうまた違う感じのね師弟、えー、関係のような気もするしで昔でいくとねあの高橋直子さんと小出監督みたいなねあの師弟関係のイメージもあるしまたあれでしょうね 同性同士の関係とまた異性同士のこの師弟関係とかっていうのもちょっと違ってくるんでしょうね。うん、さあということで、えー、師匠というテーマでこのあと残り17分ぐらいがもうねおずくなってきましたけれどもずっとね雨が降ってましてで傘をねさしてパーカーベニュー歩く方々もね多くなってきましたけれども。 まあこれからねまた帰るっていう車運転される皆さんもちょっと雨がねなかなかうーん止むっていうところ行かないんですよねぽつりぽつりとですけども小雨がね降ってたりとかしてずっと路面が濡れているのでね安全運転を引き続きよろしくお願いいたします。ラジジオネーム月明のちゃんさんささのののャスコの前の道混んでないいから安心してください えー「渦巻きパン伸ばして寸法を取ったことある人 <laughs>」というねもう師匠に程遠い <laughs>、えー、コメントをだいておりますああもうお腹空すいてきたなこんなこと書かれるとねうんおろくのジャスコ前は混んでないよっていうことですね、はい、じゃこれから変えられる皆さんは一応情報としてっていうことですね まあ今からね、中部から5六に向かったら混んでるんでしょうけどね、今のところっていうね、うん、えー。ラジオネーム、志ーさん、えー、モーリーさん、こんにちは。さっき久しぶりだったねということで、さっきね、傘,傘をね、さしてきてましたね。えー、師匠、オキタスの師匠それともということで、はい。あのー、師匠ですね。はい。師弟関係のね、師匠。はい。えー、現在、バスの車内なう。うん。 ってことはもう携帯で追加すみながらイヤホンをさしながらっていうことでしょうねきっとねすごいなーもう便利になりましたねマジでねあ移動しながらもね聴ける見れるっていうねはいバスもねあの僕も去年かなちょっとこう小屋のこのシアタードーナツの前からねバスに乗って実家まで何回か通ったことあるんですけど南城市までじゃないですよ 実家までね新鮮でしたねバスね最近の、まあ、去年ですけどね、うんえー、道中、まあ、車、まあ、バスに揺られながらだと思いますけどもねあのニヤニヤ注意しながらラジオもこの後も聞いてほしいと思いますさあラジオネーム「昼間の奥さん」リクエストも頂きましたね、えー、ボクシングの体重測定厳しいよね私走ると。 膝やられるし食べないと八つ当たりするし脱いだらお前も脱げって言うからさ私はどの階級クラスかなって思うだけだね <laughs> どの私はどこの階級かね <laughs> って考えるってことですねえー、あれだな食べないと八つ当たりされたらもうびっくりだなこのトレーナーもえー、さてと ほうれん草も完売なのでそーっと片付け開始するかなはいラジオネーム「昼間の奥さん」うんなるほど最近あのあれ野菜が高いとかってね言うじゃないですか昼間の奥さん的にどうなんですかねその辺の上がり下がりね収まってきたのかそれともね、えー、まだ高いようなのかどうでしょうかね なんかこうインターネットか何かテレビだったかなほうれん草鍋っていうのがあるんですね今ねもうほうれん草をうわーってこうもう鍋いっぱいに入れてっていうでちょっとねそこに具材パッパ入れてまあ、メインはほうれん草っていうのがねあるみたいですけれどもどうなんでしょうかさあそんなひるの奥さんからリクエストいただきましたアデルのナンバーですねアデルで set fire to the to Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Come in next, Radio. さあ時刻は4時を回りました2月5日週明け月曜日生放送アジラジの時間ですアジクーターラジオ月曜日から金曜日お相手は DJ モーリーですさあ今週一週間もどうぞよろしくお願いいたしますえっと2月の4日、まあ、昨日なんですけどね 立、えーまあ、春ということで、まあ、暦では春ということではあるんですけれども、まああのー、春っぽいね桜とかっていうのはね日本全国どこよりも先に沖縄からというのがありますけれどもとてもとても春とはね <laughs> 言い難いというかしに寒いですね。あのー、今年に入ってからりあられが降ったあのシーズンがありましたよね。えー、1月の初めぐらいでしたっけ あれよりも、ね、寒い気がするね何な,なんだろうな油断したからなのかなあの車乗っててもやっぱりこう気になるのが外気温、えーまあ、デジタル表記でアウトサイドっていう風にに、ね、書かれてあって今日見たんですけど10度昨日なんかも1桁の、ね、9度とかなってましたけれどもねでしかも沖縄ってねまあ風が本当強いので、えー、やっぱりこう 寒くなってきたりとかすると自然と風ってどれぐらい吹いてるのかなとか気になっていたりとかするんですがこの各パン屋さんとかね、えー、弁当屋さんとかであとキャンプ地のね、えー、中日の茶炭、まあ、だったりとかあのギヌワの、ね、ベイスターズの登りなんか見たんですけど。 まあまあなびいてましたね、本当にねそのうちこの上りもね、あのー、壊れてくるんじゃないかっていうことで強風吹いてましたけれども皆さんの聞いてるところいかがだったでしょうかね、えー、こんな感じで先週のエヴァ昨日か日曜日ぐらいからね次第にこう気温が下がってきましたけれども今週1週間ですねこの気温が、えー、週末にかけて、まあ、上がってくるという予報が出ているんですね。で今日 は最低気温がまあ10度とか11度で最高がね13度ぐらいということなんですがこの気温もですね水曜日頃から徐々に徐々に週末。 さあこちらの話題を一つお送りしたいいと思います今日琉球新報の、ね、ウェブの中でご紹介されておりました沖縄市五屋の沖縄こどもの国に併設され遊びながら科学体験を通して学べるワンダーミュージアムが4日来場者200万人を突破200万人目となった春日奈央ちゃん2歳ですねには、えー、理事長の桑江幸沖縄市長から 風船の花束がお出されました。その他、年間パスポートや工作キット、ゾに乗れるチケットなど記念品が贈呈されました。えー、なおちゃんは、嬉しい、えー。館内で走り回れるところが好きと V サインを作って喜んだそうです。えー、お父さんの大輔さん、びっくりだ。子供が体を動かしながら学べる施設でこれからももっと訪れたいと語りました。えー、高田園長は、 今後もアイディアを出しながらいろいろな企画を生み出していきたいと話しこれまでの来場者に感謝をしましたワンダーミュージアムは2004年に開業14年にリニューアルをしました、えー、12日までありがとうウィークとしてシャボン玉やカップケーキなどを作るイベントを行いますはいということで、えー、ワンダーミュージアムもう楽しいですよねその螺旋的なこう階段があるんですけどそのね 一番下の方のところに行くとトントントンってやるとねそのディズ、まあ、音か音がこう鳴るとかあとモーションキャプチャーでね、えー、目の前にスクリーンがあってでそこにお猿と熊があってでそのお猿と熊の前でね動きをするとその目の前のそのプロ,ジプロジェクターに映ってるねスクリーンに映ってる熊とかお猿がね同じ動きをするとかねいろんなのありますよねほんとね。 あれ面白いんだよな大人も夢中になるしだけど子供がメインだからなとかって思いながらね控え,控えてる大人もいるんじゃないかっていうぐらい楽しいですもんねっちねだ。そうだななんか半日ぐらいね「そのワンダーミュージアム」を使ってというかあの一緒にね子供と楽しむのもねいろんな,こうなんか勉強というか発見がねありそうですよね。 えー、200万人目突破という話題をお届けいたしましたそして、えー、先週木曜日から、まあ、2月の1日ということでプロ野球キャンプが行われていますけれども2次キャンプから広島カープが、ねえー、ここ沖縄市の小座新ンスタジアムでキャンプを張ります2月の16日金曜日から2月の27日までとなっております、はい まあバレンタインがね、終わって2日後にこの沖縄市でキャンプを張るということでございます、えー、また2月の24日にはですね、プロ野球オープン戦ということで広島カープ対東北楽天ゴールデンイーグルス、えー、2月の24日土曜日となっております一時試合開始ということですね金、えー、の方で、えー 前売りチケットもね、発売されておりまして、内野で、内野で見たいという方は、前売り2000円、当日が2500円。お子さんが、まあ、内野でね、見たいねという方は、えー、小学校、中学校が対象で、えー、前売りが1000円、まあ、当日も1000円で見れると。で外野席、大人であれば、前売り1000円で、えー、当日が1500円で,で。お子さんもが、外野席であれば、 前売り当日かかわらず500円で見れるということですねはい2月の24日楽天戦ですからねこれもまた楽しみですね以上キャンプ情報をお送りいたしましたまあ今年はね言えば3連覇がかかってますからねうん、まあ、新人も入ってきましてさらにね えー、強くなっていくと思,いな思うんですけれども、まあ、どんなね、えー、仕上がりというか、まあ、そこまでちょっと分かんないと思いますけど、まあ、ただ、ね、間近で見れるチャンスってなかなかないですからね、うんえー、広島カープは2月の16日からキャンプインでございます。ラジオネーーム山里さんモーリンさんこんんモリこにちは寒いですねー 運転中の私は足が冷たくてやばいです山里、はい、だからよ車の中も寒いよねわかりますわこれいやほんとね外も寒いけど中も寒いんですよねお家の中もね床もね風呂上がりももう,拭いてもうそうなんですよ風呂、ね、入っていつにも増して何ていうの吹いてるよね あり、もうちゃんと吹かないと寒いさ、その箇所だけがだからね、ちゃんともうガシガシ吹いてますよ。<laughs> あったかいところからね、急にこう冷たいところに行くからね、やっぱりね、まあ、あの週末、水曜日頃からね、少しずつではありますけれども気温が、最高気温の方がね、上がって週末はまたね、えー、気温がちょっとずつ上がってくるという予報が出ておりますので。 はい、もうちょっとの辛抱かなうん、えー、この時期風も引きやすいシーズンでもありますけれどもね、えー、週末金曜日頃になってくると最高気温も20度とかね21、2度ぐらいまでは回復していくらしいのではい、えー、今週なんとかね乗り切っていきましょうさあアジクルタラジオ月曜日今日はこの辺でお別れですここまでは社会福祉法人人福祉会道代保育園 花風三里保育園の提供でお送りいたたししましたさあこの後夕方6時からは「捕獲問わず」の放送です。まあ、今日のね朝刊にも載ってますけれどもえ名護のね選挙のまあ話も出てくると思いますしでまた7時からね PTA パート楽しくあいえな宮島さんのねえ番組もありますのでこの後も引き続き「FM 講座」でお楽しみください。で、えー、ではでは まあ、今日ねアメソングを、ね、中心にかけてきましたけれども最後は「世界の終わりのレイン」という、ね、曲を聴きながらお別れといきましょう、えー、今日もたくさんのメッセージ、まあ、リクエストも、ね、また明日も、えー、お待ちしておりますので引き続き761でお楽しみくださいここままででのお相手は DJ モーリーでした、ま、た明日